体育連盟の学生が生活を送っている南平寮。時刻はまだ午前6時ですが、陸上競技日の一日は朝練から始まります。長距離ではこのような地道な練習が実を結ぶのです。今回の箱根駅伝では見どころがたくさんあります。高橋憲明選手は前回は区間5位という好成績で、今回も重要な存在となりそうです。野村俊介選手は前回の6区で58分29秒という歴代2位のタイムで、今回は58分を切る可能性もあります。上野雄一郎選手は世界を照準にしている折り紙付きの1年生。距離の長い箱根駅伝ではどういう走りを見せてくれるのでしょうか。合宿を終えた12月10日、3人の選手にお話を聞くことができました。そうですね、去年区間新狙っててやっぱラッターじゃなかったんで、今年は最低区間新記録っていうのが目標で、まあ、その上をやっぱ目指してるんで57分台っていうのが目標です。そうですね、もうあと気持ちの分だと思うんで、最後苦しくなってからまでいけるって思うことが記録につながると思います。そうですね、今年はもうずっとその気持ちでやってきてるんで、まあ、今年が一番チームとしても雰囲気がいいです。はい、個人の目標は区間賞を取ることです。練習に対して常に試合のことを意識して、まあ、意欲的に取り組んでいるっていうところですね。はい、やはり意識が高いっていうのが第一で、まあ、練習に対しても試合に臨む時にしても本当に、まあ、見てるところが今までの選手とは違ってもう高くて世界目指してるこう視線を感じるので、まあ、自分もそういういいところを吸収して、まあ、ここまで結果に結びついてきたんだなとは思ってます。はい、やっぱり一つですか、それは。それはもう一つですね。優勝という。はい、はい。まあ、変わったところは二つあるんですけど、はい、一番は、まあ、怪我しない。選手みんな、故障者が減ったっていうのが、まあ、一番チームの雰囲気、ムード作りがうまくいったところだと思ってるし、まあ、あとは、本当に優勝するっていう目標を立てた以上、その目標に目指していくにあたっての気持ちですか、意気込みとか個々のそういう気持ちとかをとかがやっぱ変わったんじゃないかなと思います。はい、4年間の締めくくりという意味でどういう走りをしたいとかそういう思いってありますか。まあ、今までの箱根もその年ではもう一番いい走りをしてきて、だけどやっぱ優勝するためにこの中央大学に来たんで、最後僕が4年生になってその4年間の集大成というか、何のために来たかっていう、なんていうのか、そういう思いがあるんで、だから本当優勝しようっていう気持ちはすごい今年は一番強いと思います。はい、やっぱりあんまり大学とかで目立つことがないんで、やっぱ箱根を走って目立って、やっぱ中大っていう名前をやっぱ全国に知らせてあげたいです。今年は、まあ、自分はおそらく重要な区間を走ると思うので、チームに必ず勢いをつける走りをしたいと思うので、応援の方よろしくお願いします。本当今年は他の大学と勝負できるチームを作ることができたんで、当日最後のパフォーマンスを発揮できるように頑張りたいと思うんで、まあ、テレビや現地で声援をいただけたらなと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回優勝できなければ当分優勝はできないと言われるほど豪華なメンバーで臨む中大チーム。Cニュースではこの駅伝の結果を1月10日頃からお伝えする予定です。ぜひご期待ください。